アキラ様、ミチル様の反応がロストしました。発信機に敵に気づかれたのかもしれません。急いでください。いまいましい化け物どもか。貴様らエデンの能力者か。ミチルをどこにやった。そう、シスコン兄貴来た。これすって、ターゲットの子ならこのテセオさんのセブンスワールドハックでとっくにベラデンに転送したんですけど、無駄足落つちったく、テセオ、てめえのしゃべりは相変わらずイラつくぜ。てめえはとっとと帰んな。予定通りここは俺が片付けといてやんよ。と、ツンデレっすか。ジブリールちゃんのツンデレとか誰とかっつって、ジャン言うな、サブケガタス、てめえはとっとと消えやがれ。ウィーウィー、テセオさんがログアウトしましたっつって。さあ、邪魔者はなしだ。てめえはこのジブリール様が直々にぶっ潰してやる。構えろ。構えろだと。悲鳴を上げろ。貴様のような雑魚に構っている暇はない。とっととそこをどけ、コアッパだ。コアッパだ。何なんだ。てめえは俺がチビだぞ。雑魚であることは認めるか。それもちげえよ、てめえ。くっかまきた。大人の悩みにズバッと切り込みやがって。これは俺がずっと下に切り開いてやるよ。鉄骨のジブリール様のセブン、メタリカの牙でな。しましいやつ。これ以上貴様と戯れるつもりはない。ムカつかせる野郎だぜ。血の重いコアッパがミチルのために即座に決着をつける。その劇場を俺が倒滅する。
ミチルちゃんは化け物どもめ、確かベラデンとか言っていたな。現在ベラデンというワードについて情報を集めています。手が早いな、さすがはノアだ。すべて私の不徳が招いたことです。アキラ様は一旦お戻りください。情報が入り次第連絡いたします。ああ、任せる。お帰りなさいませ、アキラ様。ノア、ミチルの位置は分かったか？ベラデンという単語がきっかけに様々な情報を入手できました。ベラデンとはタスケントに存在するエデンの拠点要塞のようです。エデンの構成員も一旦ベラデンへの撤収を始めたもの。奴らの本拠地、そこにミチルが。ですが、今まで尻尾がつかめなかった情報が急に入手できたことは気になります。あのテセオとかいう能力者の迂闊すぎる発言という罠の可能性が高い。構わん、こちらも打てる限りの手を打ち、奴らの本丸を撃ち落とすまでだ。かしこまりました。準備が整い次第出発いたしましょう。アキュラ君、僕も腹はくくってるよ。ミチルちゃん、絶対に助け出そうね。ああ、お前のことは頼りにしている。開発なら。ようこそいらっしゃいます。エデンの連中、またしてもミチルをさらうとは絶対に生かしてはおけん。